メ型護衛艦は、海上自衛隊の護衛艦の艦級、繁用護衛艦の第二世代として、3.08、厨房に基づき、平成3年度から平成9年度にかけて9隻が建造された。ネームシップの建造単価は609億円であった。発展型の高波型及び秋月型とともに、護衛隊軍の基準構成艦となっている。海上自衛隊では、 第一世代の汎用護衛艦として、昭和52年度計画より2900トン型を、また、昭和58年度計画からは、改良型の3500トン型を建造し、昭和61年度計画までに、両型合わせて20隻が整備された。これにより、八艦発揮体制の4個護衛隊群の所要は、充足され、 護衛艦隊のワークホースの近代化は一段落したと判断されたことから、護衛艦の整備は地方隊向けに移行して、同年度より2000トン型の建造が開始されていた。しかしでの整備を継続した場合はその間は DD が建造されず、かつ DD を管でいっぱい使用する場合は、52DD の大艦建造は25年後の2002年となる。 周辺諸国海軍の近代化を考慮すると、これでは護衛隊軍の任務遂行能力が相対的に大きく低下する懸念があった。このことから海上幕僚幹部では平成元年度ででの建造を打ち切る代わりに新世代の DD の建造を再開し、これによって護衛隊軍から押し出される初雪型を地方隊に配備することで旧型での更新に充当する方針とした。 これは、護衛隊軍は新鋭 d d 地方隊は、デト級型 DD という構図を崩すことになることから、内局や政府部内からの反発も強かった。しかし護衛隊軍の護衛艦の更新を継続し、質的な水準の確保を図るためには、必要な施策であることから、最終的には承認された。そして、この方針に基づいて、 第2世代の DD として開発されたのが本級である。検討を開始した時点では4900トン型、その後検討を重ねて排水量を削減し、概算用木作成時には4700トン型とされた。この時点では、従来の朝霧型をベースとして、航空偽装を全通甲板の一層上の01甲板に設けたアント、安と春ナ型をベースとして、 航空偽装を全通看板上に配置した案の2案が訴状に載せられていた。その後、零産厨房計画にあたり、汎用護衛艦でありながら、ミサイル護衛艦並みの排水量を有することは認められないとの理由から、4400トン型に削減された。この削減は、主要装備はそのままに、雇用室、自習室等の専用区画の廃止や、事務区画のスペース削減、 戦隊傾斜の緩和等を行うもので、スペースデザイン上かなりの困難が予想されたことから、重量面で不利な春名型ベースの案は一旦、棚上げされて、朝霧型ベースの案が検討された。しかし、RCS の低減乗員の動線の確保、居住性の向上等について、従来以上の性能の向上を図ることは困難で、あることが判明し、 再び、春名型ベースの案が検討されることになった。この結果、館内区画配置の自由度や、高炭性、高揚性、対抗性の面で多くの恩恵があることが確認されたことから、重量管理を厳格化することを条件に、春名型ベースの案が採用されることになった。計画番号は、会120。本型では、技術の急激な進歩及び、 艦艇要員という人的資源の減少を背景としてパッシブ対戦線に対応して水中放射雑音の一層の低減を求められたほか航空運用能力の強化や居住性の改善を図った結果として船体は汎用護衛艦としてはかなり大きくなった蒸気のように変遷したものの最終的に 58DD と比べると全長で14メートル 幅で2.8メートルの大型化となった。高層雑音の低減を考慮して、線形は細長くなっており、これまでで最も痩せた形状とされ、選手推薦部の入射角も実績で最小に近い角度とされた。これにより、両派性、再派性は優れたものとなっている。またレーダー反射断面積低減のため、船体、上部構造物ともに傾斜が付されており、 船体原則は外側に、上部構造物や煙突壁面は内側に、それぞれ7度傾けられているほか、壁面の合わせ目は、鋭いエッジとしている。また大型のラティスマストにも、電波吸収体が貼り付けられている。マストのモノポール化も検討されたものの、重心の上昇、重量の増加等の理由から見送られた。後部甲板はなだらかに傾斜し、ミニオランダ坂と呼ばれた。 右玄完備には、デコイ発射口が見える。第1世代 DD では、飛行艦班は、艦中央の01艦班レベルに配置されていたが、本型では、幅が増加した分だけ発着艦が容易となったことから、わざわざ1艦班分高める必要がなくなり、蒸気の経緯もあって、上艦班レベルとされた。しかしこれにより、今度は軽流装置などとの干渉を避ける必要が、生じたことから、 混合型と同様に、完備看板の原則部はなだらかに傾斜している。これを、初代村サメ型をはじめとする初期の海上自衛隊、護衛艦の設計上の特徴であったオランダ坂に、例えてミニオランダ坂とも称する。居住成功上策として、61でと同様に二段ベッド化が図られているが、これは大幅な精進化によって達成されたものであった。 ただし有事等には散段化することで上院数を60人程度増加することもできる。本型ではさらに下院居住区の小部屋化も図られた。また、上院の平均身長の増加に対応して館内の応急看板は看板間高さを増している。このほか、不死老に寄与する格式機器を導入するとともに動線上でも配慮することで省力化が図られている。 式方式は 58DD と同様の小ーグ方式が踏襲された。58DD では同機種4機であったのに対し、本型では2機種2機ずつとなっているという点でははた、風型に近いが、本型ではさらに巡航機と高速機のメーカーも異なっており、このようにメーカーの異なるガスタービンエンジンを採用することは世界的にも珍しい。巡航機は ロールスロイス社製のスペース M1C、高速機はゼネラルエレクトリック社製の LM2500 である。また、高層雑音の低減を図るため、大直径、低回転のプロペラを採用し、舵面積は極力大きく取り、縦長、垂直装備として、プロペラ交流の最大活用を図った。機関配置は、朝霧型で採用されたシフト配置を踏襲しており、 前後に二つの機械室が設けられている。前方の第一機械室には1号ガスタービンと2号ガスタービンが設置されており、減速機を介して左推進軸を駆動する。同様に後方の第二機械室には3号ガスタービンと4号ガスタービンが設置されて右推進軸を駆動する。主機配置の関係から全部煙突は左寄りに、後部煙突は右寄りに配置されている。 なお、省力化のため、機械室の無人化が行われている。また、主発電機としては、川崎重工業 M1A-25 ガスタービンエンジンを原動機とした発電機3セットが搭載された。これは、第1世代 DD で採用された M1A シリーズの発展型であった。なお、主発電機をガスタービン駆動発電機3機で構成する方式は、 混合型より採用されたものであったが、本型を含む第2世代 DD ではいずれも踏襲されている。詳細は1区 -9 を参照管の式中数となる戦闘指揮所は、戦隊内の第2管般に設置されており、戦闘システムの中核となる、戦術情報処理装置は新世代の1区 -9 である。 1区 -9 は新世代の電子計算機である区 -431 機と区 -441 機を中核としてワークステーションとしてアン区 -21 が配置されているほか CIC にはイージュスディスプレイシステムに類似した大画面液晶ディスプレイに面構成の情報表示プロジェクターが設置され戦術情報の表示を効率化しているまた本型では 1>, 1区 -9 とのインターフェースをとって、1区 -103 対戦情報処理装置が搭載されており、これによって全武器システムとのデジタル連接が実現された。データリンクとしては、リンク11及びリンク14、また、紹介ヘリコプターのヘリコプター、戦術情報処理装置との連接用に、多く -1 ケリンクを装備している。また後に、 デジタル化したオークマイナス 1B が開発され、ハルサムなどに試験搭載された。環境前方に 76mm 速射砲、マーク 41VLS、高性能 20mm 機関砲、煙突管にマーク 48VLS が配置されている、対空兵器システムは、基本的には 58DD と同じ能力であるが、レーダー射撃式装置を同期手に 股間防空ミサイルの垂直発射機としては16セルのマーク48が艦の中央部の煙突艦に配置されている。搭載するミサイル数は第1世代 DD と同数であるが従来は8発撃つとミサイルをランチャーに装填する必要があったのに対して VLS ではその必要がなくなり速応弾数は倍になった。ミサイルとしては当初は 従来型シースパローをもとに VLS に対応させた RIM-7M が搭載されていたが平成16年度から24年度にかけて発展型シースパローの運用能力が付与された。これはムラサメ型等の炭酸ムシステム乾燥と称されており VLS をマーク4 8モッド4 v l s に乾燥した。マーク4 8モッド4 v l s に装填されるキャニスタは マーク20キャニスタであり、SM 搭載数は1セルあたり1発のままである。方向兵器も第1世代 DD のものが基本的に踏襲されており、手法としては76ミリ単装速射砲を監視看板に1機装備した。また、近接防空用については、高性能20ミリメートル機関砲2機を搭載している点では、第1世代 DD と同様であるが、設置位置は、 環境全部とハンガー状に変更されている。CIWS を艦守備線上に配置することで、襲来する対艦ミサイルへの火力集中と艦の曝露面積の縮小を図ったものである。なお、一番艦、村雨は2016年度の定期検査において、CIWS をブロック1バイトに換装しており、その他の艦も順次乾燥されていくと思われる。 射撃式装置としては、第1世代 d d では、手法用としては、FCS-2 から 2X シリーズを、タンサム用としては、FCS-2 から12を搭載していたため、特にタンサムによる目標の同時処理能力は1個に制約されていた。本型では、当初は、同時多目標対処可能な完全新型機である、FCS-3 の搭載が検討されていたものの、 開発スケジュールの遅延と重量容積の増加のために、これは実現しなかった。しかし法、炭サムの双方を完成できる改良型である FCS-2 から31を2機搭載することで同時に目標対象は可能となった。OPS-24B と FCS-2 から31なを。 対空捜索用のレーダーとしては、アクティブフェーズドアレイアンテナを用いた3次元レーダーである、OPS-24B を搭載した。原型機である OPS-24 は、朝霧型の後期立て造で装備化されたものの、航空自衛隊のレーダーサイトで用いられていた JFBS-3 をもとに、最小限の改正で関西化したこともあって、搭載後より問題が多発し、 傭兵者からの評価は三端たるものとなっていた。このことから本型搭載のオプス -24B ではほぼ心臓に近いレベルの抜本的な改良が施されている。90指揮官対艦誘導弾4連装、発射塔ボン型は90指揮官対艦誘導弾による長距離対水上打撃力を備えている。SSM-1B は1号型ミサイル艇で、 装備化された国産の艦隊艦ミサイルで従来使用されてきたハープーンよりも優れた精度と対望外性を備えている。発射機はハープーンと同様の4連装発射塔で2機の発射塔は艦中央部第1煙突後方に搭載されている。なお攻撃式装置としては対艦ミサイル艦上装置2型を備えており、 SSM-1B とハープーンの双方の発射完成機能を有している。このため、実運用上はハープーンを搭載している例も多く見られる。対水上捜索用のレーダーとしては、58DD と同じく OPS-28 が搭載されている。これは C バンドで動作し、遠距離での精密捜索能力に優れており、水上の目標のみならず、 低空を飛行する巡航ミサイルなどの探知にも使用される。また、ソマリア沖海賊の対策部隊派遣などで近距離の小型水上目標に対応することを想定して、環境側面のチャフ艦板及び格納庫上の両弦に 12.7mm 重機関銃 M2 の銃座を設置しているほか、環境構造物前には防弾板が装着されている。 水上発射艦ホス3 0に海上自衛隊の第一世代 DD は対戦戦能力という面ではもともとは教育人形でのアクティブ戦を中心としており途中から戦術栄光ソナーやその部位によるパッシブ戦能力を付与したものであったしかし当時の数星としては潜水艦へのステルス艦型導入や水中吸音材の使用によって 従来のアクティブソナーによる探知が困難となり、より本格的なパッシブ戦能力の導入が求められていた。これに応えて本型では当初よりアクティブパッシブの両機能が区別され、SH-60J と連携した広域陣形での対戦戦が主体となった。最大の変更点は、1区 -103 対戦情報処理装置によるシステム化の導入である。 半用護衛艦においては、朝霧型の最終艦より、1区 -101 アスワズが導入されていたが、これはあくまでセンサーからの入力を統合するための、ものであった。その後、混合型護衛艦において、米国の案、SQ9-89 に繁を取り、システム統合をより進展させた1区 -100 に、アスワックスが装備された。本型の1区 -103 は、 この1区 -102 の経験を生かして開発されたものであり、1区 -9 と連接されるとともに、水速予察機やソナー、栄光ソナー、その部位信号処理装置などのセンサー、VLS や魚雷発射管などの対戦兵器、さらにはヘリコプターデータリンクを介して紹介ヘリコプターのヘリコプター戦術情報処理装置とも連接されている。また、 キリサメからは、A 工具4型の完成機能が追加されて、1区 -103B、そして、イカズチからは、SDPS の2コンソール化やセンサ待ち受け、周波数指示機能の追加及び、一極限機能の改善が加えられて、1区 -103C となった。船体装備ソナーとしては、新開発の OX-5 を搭載した。これは、 昭和59年度から平成元年度にかけて開発されていた OXX の成果を踏まえて開発されたものであり、ラバーウィンドウを採用した点では 58DD の OX-4A と同様であるが、装備位置は4次棒以前の艦と同様の選手装備式に戻された。なお、第一世代 DD では中秋波式の OX-4 シリーズをいずれも船底装備式としていたが、 特に 52DD においては、機関室の騒音からの隔離不十分や、監視波の影響などのために、ソナー性能の深刻な低下を招いていた。栄光ソナーも、新型の多くはマイナス2が搭載された。これは、第一世代 DD に後日装備された86式、栄光式、パッシブソナーを多くはマイナス1と比して、アレへの小道が細く、その分長さを伸ばして、 好意制度を増したものとされている。また、第一世代 DD では、5、甲板における、タスの投入、揚臭作業は、危険を伴い、特に夜間、工天時の作業は安全確保上特別の配慮が必要であったのに対し、本型では、完備は、エンクローズされてエコーソナーの装備区画が、艦内に取り込まれ、完備には、油圧駆動による、水密扉が設けられている。 対戦兵器は基本的に第1世代 DED と同構成だがアスロックの発射器として従来用いられてきた8連装発射器に変えて垂直発射式のマーク41モッド QVLS が搭載された。搭載位置は環境構造物前方で艦単なマーク48を含めこれらの垂直発射装置は反用護衛艦としては初めての搭載例である。 魚雷発射艦としては、324立方ミリメートル連造単魚雷発射艦を艦中部両限に装備している。なお、魚雷対策用の栄光式デコイについても、58DD と同じく、アメリカ製のアン、SL9-25 ニックシーが装備された。マスト第一世代 DD においては、当初は、ノルア -6 電波探知装置と、オルア -9 ミサイル警報装置。 オルトマイナス3電波妨害装置が搭載されていた。その後、60DD からは、RWR の機能を統合した新型のノルアマイナス8電波探知装置が搭載されるとともに、オルトマイナス3と連接して、電子線システムが構築されるようになっていた。本型では、統合をさらに推し進めて、 電子攻撃と電子戦支援を兼用できるノルックマイナス3電波探知妨害装置が搭載されている。これはノルアマイナス8の受信系とともに、63DDG で装備化されたノルックマイナス2の制御部、送信系を統合したものであった。デコイ発射機としては、チャフロケットシステムが、環境構造中弾の両弦に2機ずつ設置されている。ここから投射される弾薬としては、 従来のチャフロケット弾や IR デコイ弾などのほか、平成7年度計画会以降では、陶器型電波妨害機も搭載されている。ヘリコプター格納庫関西ヘリコプターとしては、当初から SH-60、J 小海ヘリコプターの搭載を想定しており、完備看板の飛行看板にはロスト発、着艦支援装置が設置されている。また SH-60K の開発後は、 同期の搭載にも対応した。なおかイジ DD では、関西ヘリコプターの定数はいずれも1機となっている。58DD では、SH-60 クラスのヘリコプター2機を格納可能なように拡張したものの、設計の最終段階で急遽行われた措置であった。ために、あくまで必要に迫られた場合に、応急的に2機を収容できるスペースを確保したという程度で、 実際に2機搭載が行われることはなかった。これを踏まえて、本型では、当初より、s a 6 0ヘリコプター2機の収容を前提とした設計が行われることになった。ロスト発着艦支援装置の機体移送機場は1乗しかないため、運用には若干の困難が伴うものの、自衛隊インド洋派遣や、ソマリア沖海賊の対策部隊派遣の際には、 実際に2機での運用が実施されている。永遠の例、メのヘリコプター格納庫や艦首、艦内などが空母、随格のものとして撮影に使用されている。ゴジラメカゴジラ、春雨が登場。冒頭にて千葉県立山市の港に停泊している。空へ引く、救いの翼レスキューウィングスマイナス、春雨が登場。クライマックスにて主人公が乗る。 航空自衛隊の UH-60JQ 難ヘリコプターが燃料不足に陥ったことで給油を行うため緊急着艦する。バトルシップ、アケボノが登場。冒頭にて、アタゴカタ護衛艦、アタゴと共にリムパック演習に参加するため、パールハーバーに停泊しており、その後リムパック演習に参加している様子が映されている。亡国のイージス、イカチと、 春雨が登場。イカズチは、架空の護衛艦、ウラカゼ、役で登場しており、反乱を起こした、架空のイージス護衛艦、イソカゼと交戦し、イソカゼから発射された2発のハープウムを、シースパローと62口径76ミリ速射砲で迎撃するが、防ぎきれなかった一発が命中し、撃沈されてしまう。春雨は、架空の護衛艦、春風、役で登場しており、 現場に復帰した、主人公の戦国戦人五朝の新たな配属先となる。夢で会いましょう。春雨が登場。ワックスイ機動警察、パトレーバー海上自衛隊の水中、レーバー、竜人の運用護衛艦、DDL-181 剣の直江艦として登場。また、船体にナックルラインの描写が見られる。エヴァンゲリオン進撃場版。 は国連軍の艦艇として登場。冒頭にて、国連軍の戦車隊や混合型護衛艦と共に、沿岸部から、首都の迎撃にあたる。空母イブキグレートゲーム、メが登場。航空機搭載型護衛艦、イブキを機関とする、第五護衛隊軍に配属される。ジパングアニメ版、第一話に、官名不詳の同型艦が3隻登場。架空のイージス護衛艦。 DDH-181 アスカと共に、アメリカ海軍との合同演習に参加している。タクティカルロは直接の登場ではないが、ハルサメが取材協力艦となったことから、同作品の主役艦である、パスカル・メイジの看板号は、スタッフのハルサメへの感謝として、100にとされた。MM q 第1艦に架空艦日雨、ヒサメ、シグレが登場。 直島諸島の工人島に眠っていた怪獣、苦闘竜に対応すべく出動するも、目覚めた苦闘竜に2隻とも撃沈される。日本北朝鮮戦争竹島沖大空海戦、調査船、渦潮の護衛艦隊構成艦として、夕立と霧雨が登場。夕立は、渦潮に乗り込んだ敵に対して、機銃走車を行い、霧雨は、敵潜水艦発見を知らせるため警笛を鳴らす。 防衛庁特殊偵察級難隊第2巻と第4巻に霧雨が登場。第2巻では難民の乗った戦団に紛れて日本の領海に侵入しようとする東社会人民共和国海軍の高速戦闘艇軍と戦闘を行い、数艇を撃沈するも魚雷と機関砲による攻撃を受け損傷してしまう。第4巻では第2巻での戦闘で受けた損傷を修理するために ドック入りし、その際にイージュスシステムを搭載する改修が行われる。復帰後、東人マヒト共和国が西日本へ進行してきたことで、編成された西日本統合任務艦隊に所属する第81任務艦隊の機関となり、艦隊を率いて、再び東人マヒト共和国海軍と戦闘を繰り広げる。戦闘国家シリーズ日本の基本装備として組み込まれる。 JMSDF フリートパワーズ第1艦に、雨と春雨が登場。海上自衛隊の全面協力で実物の取材が行われており、対空戦闘訓練における実弾を使用した手法の射撃、関西ヘリの着艦、発艦訓練、洋上給油、CIC をはじめとする艦内の様子などが映されている。奇跡体験、アンビリバボー番組内再現ドラマ、 海の武士道の撮影にイカズチが使用されている。ウィキメディアコモンズには、ムラサには型護衛艦に関するカテゴリーがあります。ありがとうございます。